プレイ。ね、今日はこんにちは。今日はね、ウェイボップやろうと思うんですけど、プレイウィズウェイボップね。Today I'm going to draw Weibo play with Weibo because I drew a shop yesterday and that was very intricate and complex pattern, and I noticed that is sister family of Weibo's family. So I came up the Weibo intricate Weibo, so I want to try today. の昨日スロップを描いていて、あれこれってウェイボップじゃないって気づいたんですよね。ウェイボップじゃないんだけど、ウェイボップのご家族ですね、多分と思ったんで、今日はウェイボップ、ウェイボップばっか描いてる最近で、ウェイボップ楽しいから今日もまたウェイボップだけど、ちょっとねいつもと違うウェイボップ、うん、This is not basicウェイボップス。そんで、Okay? This is first shape and second shape, inside and outside, alternating. And next is I add aura here. で、次ここにオーラをね、足します。これ私、ちょっとだけ考えた。考えたっていうか、思いついたやつをメモした。これはね、ちょっと見えるかな。ああ、これはいいと思うよ。で、ここで、ここに隙間が出てくるのかな。ここからね、よくわかんない。わけがわかんなくなってくる。Okay, this is a gap. Over here, this is connecting from right shape.ここのライスシェイプが続いて、ここにこうピピって出てくるんだけど、でここにね C シェイプ、 and I want to add C シェイプ here、ね、なんかわけわかんなくなってくるけど、ここに C シェイプを置くわけよ。で、あれなんか間違えてわけわかんなくなっちゃった。そっか、こうだったか。まあいいか、じゃあこう and add aura here。 あ、見えないね、ちょっと待って、ここはね add aura、間違えたね。で、こうか。もうここからちょっと待って、ここまでしかメモしてない。And maybe this C shapeContinue here. ね、面白いでしょ。なんか昨日のとちょっと似てるんだけど、で昨日のタイル見せようと思ったらまたどっか行っちゃったんだよね。すぐなくすんだよ。ね。まあしょうがない。でまたこれが。
こう続いていくわけですよ。Continue from here。でもこれもう本当に遊びですね。遊んでるんです私。だいたいこれ書き終わるのかしら。ライブ中に絶対これ見返さないと書けないですよね。でまたここをオーラするのかな。違うな。こうか。オーラ here but not connect please open open オーラ。で、C シェイプを書くわけですよ。そうすると スロップみたいになる。そっちも書きやすいのかな。でもスロップじゃないんだけど。It's not slop, but ね、C シェイプで閉じる。ここをね。面白いね。私昔からなんかすごい図形が大好きで、あれですよ、学校っていうか算数数学、もうねこういうの大好きなんだよね多分。でこのあとこうなんだよね。だけどここちょっと変えてみる。いや変えない、こうしよう。なんかどんどん変な風になってるけど、なんかお餅重なってるみたいな。でこっちもつなぐみたいにしていくと、でもスロップだね。うん、なんでもいいですけど。何も決めてない。ここから先はちょっとよくわかんない。なんか今日すごい風も強いし、外なんか今ゴロゴロ音がしたんだけど、気のせい、飛行機かな。これでおしまいにしとこうかな。あんまりやるとめんどくさいよね。 OK, I finishいやすごいでしょ。わけわかんないでしょ。わけわかんないんだけどさ。よし終わったかな。でここもなんかこの子もじゃあ、丸にするかな。この人丸わかる、あれドーナツみたいにしようかな。もうね、あれですかね、本当にこれ設計してないんですよ。設計してない、できないし。すごいでしょ、ゼンタングルってすごいよね。私ウェイボップとあとパラドックスでゼンタングルってすごいって思ったんですよね。何にもなんていうの、考えなんかそう考えてないのに複雑な模様ができちゃうみたいな。 OK I finish Wow ちょっとアイスコーヒー、今日はね誰も見てなくてもねやり遂げようって強い意志を持ってやってます。ね、ライブやる時間考えなきゃダメですよね。
でももう気にしないことにした。結局皆さんね、録画で見てくださってるから、まあいいかなって。本当はね、いろいろこう話しかけてもらいながら やるのが楽しいんですけど、勝手に喋ることにした勝手に喋る。で、ここはこういう模様なの。絶対にこんな形って現実ではできないのができちゃうっていうのはね、やっぱすごいよね。すごいよねって誰にって、あなたに言ってるんですよって見ているあなたね。え、very interesting パターン。I didn't expect the result and I continue C-shape connecting and aura。 ほんとすごい ほんとすごいでしょ。すごいんですよね、結果は気にし、わかんないけど、多分なんか手順をねちゃんとやっていくと出来上がるっていう感じですよね、きっとね。で、真ん中は、まあ、こんな変な模様で、この外側の甲は結構でっかい模様なんですね。で、輪っかがある。あ、大して複雑じゃなかった。先生の頭の中が、あ、そう。いや、私は何も考えてないわけじゃないですけど、先生の頭の中がすごい。私のね、あんまり大丈夫かな。なんか絡まってる。でもこれが一体何どうなってるのかは分かんないんで、今から整理していこうかしら。うん、楽しかった。もう一回書きたいこれはすごいでしょ。でも米粒とオーラしかしてない。米粒から生えた何かに、玉ねぎ。 It's like onion shape from red shape and I aura and C shape aura and connecting そうで、from red shape make onion shapeI continue だけどたまに遊ぶみたいな感じ。いや、よかった、できて。いや、でも来週からはプロジェクトパック始まっちゃいますね。始まっちゃうってあれですけど、何が起こるのかしら。また書き応えがありそうなプロジェクトパックでしたね、中身。言えないんですけど、Please share this tutorial. Okay, okay. This is gorgeous. Okay, okay. I share. And please enjoy. And please try. やってみて。
to share this. Please share. みんなすごい。シェアしてシェア。お、いいよ。もちろんだから。Of course, I share.、IGTV or... Maybe I edit. I will edit.、and I upload on my YouTube.YouTube に載せます。これ絶対クラスじゃできないからみんな遊んでください。迷子続出になっちゃう、これやったら。先生助けてくださいみたいな。でも意外とできるのかしら。なんかライブリクエストめっちゃ来てるけど、多分嘘ですねこれね。間違えちゃったらね。ちょっとね、複雑なものはこうやって私いつも整理しながら書いていくんです。この訳が分かんなくなっちゃうんでね、鉛筆入れていくと分かりやすいでしょう。で、ちょっと濃すぎたかな。Why? Hello, watching on YouTube. Okay, okay. YouTube で見てるのね。そっか、じゃあ後で見たらいいね。うん、それ聞こえないってことね。お決まりな感じですね。こうちょっと太めのバンドに書いて模様を書くの私が好きなんですけどね。でも結構やってる方多くてすごい効果的なのでおすすめです。バンドがあると書きたくなっちゃうね。昨日はね書かなかったから結構あっさりした感じに仕上がりましたね。これ一生懸命やってるとあれだな、適当でいいや。どうせねこうハイライトで入れて分かんなくなっちゃうんですよね。なんとなく模様が入ってればいいかないい加減いい加減なことを日本語で言ってますけど、はい、今日金曜日ですね。土曜日日曜日か。私そっかキャンプなんだけど雨っぽいんですよね。なんか9月って雨多いですよね。すごい何気に6月より多いって話ですけど、でカビとか発生しやすいから気をつけて。時間ぐらいかかっちゃいそう今日。どうしようかな。これ全部にこれ入れるとここわけわかんなくなっちゃうから、それやめて、
I black out my gap。 塗りながら考える。昨日と一緒。なかなか秋にならず、じんわり暑いですね。昼はね、朝晩ちょっと涼しくなってきたけど、あ、でも気づくとセミが鳴いてないってことはやっぱ夏じゃないんですね。おお、なんかかっこよくなってきたじゃないこれ。でこの輪っかのところは白にしようかな。白でなんか入れてみる。This is Jelly Roll 10。 10です。なんか今年クリスマスにちょっとなんか素敵なタングルのねイベントやろうと思って、ずっと考えててすごいね、すごいこと思いついたんですよ。私ちょっと言えませんけどまだ。でそれをちょっとしたねグッズなんですけど、グッズじゃないな、なんつったらいいんだろうな、新商品なんですけど、それをね今日ずっとデザインとかしたりして、なんかもう、ね、何やってる、毎日そんなことばっかりやってるんですけどね今度のはすごい。でやっとねさっき入稿って言ったら何やってるのかな、あれですかね、まあ、とにかくね発注しまして、はい、やっと終わって今打ち上げですね。また一人で、こういう白いなんだろうこれは。ちょっと効果あります？うん、なんとなく白っぽい子がいるみたいな感じね。ちょっとこれ途切れさせればよかった、どっかで。なんか全部つながってたのねこの人。すごい形だね。めっちゃ複雑。こんなに複雑なのに3つのパーツなんだ。3種類。こんなの見てらんないよねって感じやる人いるのかなあ、素敵ですね、嬉しい。本当ですか。なんかもうぐちゃ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 して、今日ウェイボップで遊ぶっていうテーマでやってます、ね、ウェイボップなんです。一応これいい感じ。何喋ろうとしたんだっけな。ね、一応ここまで行って何をするんだろうね次はね。私の手は何をするんでしょうねえ。ちょっと点を打ってみて考えようかな。うん、そうですね、ここにじゃあここに何だろう、これフィスキューかなフィスキューみたいな感じの。 Maybe this is フィスキュー。
フェスキュー、うん、スプラウト、なんか芽が生えたみたいな感じですね、うん、かわいい。キュート、かわいい、ね、ね、太く描けば中にいろいろ入れられるですよね。ここが大きいね。ここには何か違うタングル描けそうだから。I want to add other tangles here. Because this is big gap. 大きな。なんかいつもなんか似たような感じのもの入れちゃう。なんだろう、ちょっとわかんない。とりあえずこんな模様を描いてみよう。まあちょっとね、ついね、今日あれだね、昨日もだけど、なんか左右対称っていうかね、バランスがよく描いちゃうけど、別にあれですよ、あんまりバランス良くない方がね、本当はねいいですよね、間違えたように見えちゃったりするから。わざとねちょっと歪ましちゃっていいかも。なんだろうね、練習。突然、なんだウェル思いついた、なんとなく。なんでもいいんだよね。この前ビトビート書いたけど、ウェルかわいい。ウェルにしとこう。最近水出しコーヒー、たまに飲むんですよね。なんか前の日の夜に入れといて、美味しいですよ。ほまた
ろ、コーヒー豆そう、コーヒー豆を水にひいて水につけとくんだけど、前の日になんとなくこう豆の香りがそのまま水に移るような気がするんですよね。私だけかしら。水出しコーヒー、英語で言えないけど、なんて言うんだろう。OK。で、この、ね、白で、白がそうなってたところ、もう一回 redefine。でも大丈夫、意外と redefine しようと思ったけど、ここか、ここのぐらいか。Okay. Here and here. I want to add the shading.でかい、あ、ここもなんか変だったね。拡大するとすごい私の目視よりでかくな、でっかくなるからちょっとびっくりする、ね、こうやってちょっと入れていくとかな。You're such beautiful work. Wow, thank you so much. ありがとう。ただ遊んでるだけなんですけどね。I just play with Weibop today. So very intricate Weibop. せっかく描いたパターンが見えなくなっちゃうのちょっと残念な感じだけど、まあ、こうやって、ここだけやってみようかな。全部やるとすごい時間かかっちゃう。あ、こっちにやればよかった。いいか。そう。すごい時間かかるね。Okay. いいんじゃない。で、ホワイトチャコも使っていきましょうか。If you have white charcoal, so please use on your fingers. 優しくね。ソフトタッチ、そして擦筆も優しく。Do not scratch hard. So very soft touch. うん。こすんないように優しくですね、優しく。綺麗ですね。私このホワイトチャックをやっぱ好きだな、この。上に入るの、とっても綺麗。ね、もうライトタッチで入れていって、本当はね、擦筆使わないぐらいがいいんだけど、とってもね、力加減難しいんで、ちょっと濃いめに入れて、まあ、優しく伸ばす。っていうのがね、やりやすいかな、うん、綺麗だね。そしてで、ここにも入るんだよね。もうちょっとでも描きたい気もするけど、まあでも入れてみよう。そうするとね、白く入れたところが浮き上がるような感じで
見えてくる。で、ここに、ここに何か入れよう。直美さんずっと見てくださってて、ありがとうございます。励みになります。ついでなんで、なんかご質問あれば、何でも、下ネタ以外は何でもいけますよ。艶ですね。はい、あ、恋の話とかでもいいですよ。興味ないって、ね、興味ないですかね。皆さんに、ね、質問ね、送ってくださいって言ってるんだけど、あ、でもなんか質問来てたかな。でもそれは個人的に答えてるからダメなのか。みんなの前で答えればいい。Very beautiful. Oh, thank you so, so much. ありがとう。嬉しい。励まされます。うん、ちょっと待った。あ、また。全部やるとわけわからない。I complete shading only here. Okay? So because all area is, I need many time, many.ベリーロングタイムなんですよ、ね、ここちょっと黒い。 This is a deep deep zone、okay. であのこういう立体の時ね、ちょっとあのラウンディング入れたり、もう一回ねトレースするといいですね。If you want add a three-dimensional effect, so please trace the line again. After shading. Okay. ね、こうするとちょっと綺麗に見えるでしょ。で、何でもかんでもね、ここにもね入れた方がいいのかな。あんまり入れすぎるとね、ちょっと若干気持ち悪い。このパターンの描き始めどこからですか？ね、このパターンはね、この巻き戻せないか今後で見て、この米粒から始めました。うん、 I started from this rice shape, eight rice shapes, and I connectI make a onion shape from my rice shapes. Okay? なんです。で、まあね、規則正しく書いていけば、あの、なんとなくそれっぽくなるんだけど、そうですね。ちょっと、あの、変わったウェイボップです今日はね、基本ではないですね。で、わけわかんなくなってきたから、次最後ね、この最後周りのこのふわふわしたところにも入れていこうかな。ここも同じですね。だからこうインナーオーラして、で、あの、そうそうそう、これライブ見てね、全く同じに書く方いますけど、全然全く同じでいいんですけど、あの、自分のね、アイディア入れて書いてみても楽しいですよ。ここちょっと私はこうしないわみたいな、私はここ違うタングル入れるわみたいな、ね、楽しんで書いてみてください。多分迷子ちゃんになっちゃうんだけどね。しかしら、はい、あって、
texture here.教えていただきありがとうございます。あ、どういたしまして。何でも聞いてください。ね、あの後でこれ保存しておくと思うので、もしお時間ございましたら見てください。で、ここだけだからここに、ほんとここに、そうそう、さっきは I add where here and but here I どうしようかな、何にしよう、何でもいいんだけどまた同じのSame I add where again. 何でもいいですけどね。何でもいいと言いつつ、なんか何でもいいと思うとまたフラックスとかムーカになっちゃう私だから、ちょっと今日違う感じにしたくてですね。ね、これでどこまでが前もって決めたところですか。もうでね、じゃあメモを見せてあげましょう。ここまでです。真似して書こうと思うんですが、いつもごちゃごちゃにね、なっちゃいます。こういうごちゃ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 してるのは基本的にはシェーリングしながら整理して書いていくといいですね。で、なんかここなんかごちゃごちゃしてるじゃないですか。こうわけわかんないなと思ったら、結構濃いめに影を入れちゃったら、こういうところがね、もうウェルちゃんが消えちゃうってちょっと寂しいんだけど、そこ思い切って消しちゃうと、ここはね、黒いエリアってことで整理されていきますんでね。どこもかしこも同じようなシェーディングにしちゃうと、なんかなんていうか画面がまとまらない感じになっちゃうかもしれないですね。アメージング、ありがとうございます。うん、落ち着いてやってみてください。普通のレベイボップでも全然いいんですけど、これはちょっとね、ちょっとわけわかんなくなる系ですけど。ちょっとね、あんまりこすんない方がいいんで、ソフトタッチでいきます。こんな感じでどうでしょう。まあ、何でもいいですよね。私の中でこのここはテクスチャーがちょっと入って、コントラストが綺麗です。ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。これ時間大丈夫かな。今日はもう1時間ぐらいやろうと思って始めたんだけど、あとで編集が大変ですね。そうそう、ノーミステイクを教えるときにいつもあれですね、ウェーブオップやるんで、なんかウェーブオップの楽しさを思い出しちゃったんですよ。すごい風、外ヘビーウィンドウだよ。 OK、 今日はちょっと変わったことやってみましたよ。どうですか？ Do you understand? ちょっとここがなんか被っちゃったね。いまいちだったかしら。わけわかんない。
ちょっとね、ここがね、なんか気にならない。まあこれでおしまいですね。あとは全部全体的に、I complete here, only here. So please do same thing. 同じことを繰り返す。Please continue. Tangling and shading. Play with Weibop という名前で、名前でってテーマでね、今日やってみたんですけど、いかがでしたかね。Okay?Did you enjoy?紋章みたいにかっこいい。あ、そうですかね。ちょっとあんまりね、私こういう紋様系の左右対称みたいなの得意じゃないんですけど、今日ちょっとやってみました。皆さんもぜひ遊んでみてくださいませ。ね、トライしてみます。あ、本当ですか？わーおー。ね、途中で迷子になるかもしれないけど、楽しんでやってみてください。ね、終わりです。いつまでもやり続ける私。では皆さん、良い金曜日をお過ごしください。さようなら。またね、リクエストあったら言ってください。バイバイ。 See you next time.